ゆうこの部屋 FM にぎのわんから生放送でお送りしています。ここからはゲストのコーナーになります。塾女の皆さんが元気になるヒントを聞いていきますね。今回のゲストは姿勢とウォーキングの講師でいらっしゃる遠藤美恵さんです。よろしくお願いします。なんかすごい紹介の仕方をしてます。いえ、とんでもないです。すいませんでございます。ありがとうございます。はい、では遠藤美恵さんから、今私から姿勢と、なんだっけ、歩き方の講師ですとご紹介させていただきましたが、はい、どういうことをやってらっしゃる方なのか詳しくお願いします。はい、皆さんこんにちは、遠藤美恵です。沖縄に月に1回、レッスンツアーということで、姿勢と歩き方のお教室を開いて、生徒さんにお伝えしています。で、前にね4年ぐらい住んでいて、今は内地に戻っているので、月に1回出張ということで、生徒さんに引き続きお伝えしようと思ってレッスンをしてます。素晴らしい。はい、内戻ってもどのくらいになります？2年目ですよ。もう早いね。早いね。あっという間でしたね。でもじゃあそれから毎月、ほぼ毎月来てますね。素晴らしい。2年終了したって感じで。早いね。早いですね。ところね、生徒さんもその間ずっとね通ってくださってる方もいて、本当にありがたいなと思ってますけど、はい。これ主にウォーキングのレッスン。そうですね、姿勢とウォーキングのレッスンをしていて、あとイベントで、日曜日の朝に、ちょっとワンランクアップした遊び会というのを宮平彩子さんと一緒に開催してまして、そちらの方もちょっと楽しみながら、私もやっています。じゃあ無駄なく楽しく。そうですね。へえ、はい、素晴らしいですね。はい、なんかこうなんだろう、やっぱ美恵さんっていうと私の中では、姿勢正しないと怒られたとか、なんか怖いぞとかそういう感じなんですけど、いつもやっぱりすごく綺麗にしてらっしゃるじゃないですか。お洋服もそうだし、姿勢ももちろんなんですけど、なんでここに行き着いたかっていうきっかけってあります？そうですよね。でも私ね、もともとはとってもデブで、嘘だ、猫背で内股でもう洋服とか、その出産後の、体調不良とか体重増加で悩んで歩き始めた人なので、その時の洋服とかもすごいダサいわけ。色使いとかもう本当にこんなの今持ってない、どこで買うのっていうのを着てるわけですよ。やっぱり体が心が元気じゃないから、そういうの選んでたんですよね。あ、やっぱり、で体ももうこんなすごい大きくなっちゃってて、動きも取れなくなってるので、なんか全部がこう空回りしてたっていうか、悪いオーラで包まれていたのがきっかけで、そこから歩き始めて、で歩き始める時は別にすごく綺麗になりたいというよりも、とにかく元気になりたいっていう感じで歩き始めたんですけど、なんか歩いてくると、体が軽くなると気持ちも軽くなって、あ、もっとなんか明るいお洋服着たいなとか、メイクももっとちゃんと綺麗になるようにやりたいなとか、ちょっとすごいこう連鎖反応が起こるんですよね。でそこでやっぱりね、姿勢も美しく、あるならお洋服もどんどん着こなしが変わってくるし、とかっていうことで、どんどん相乗効果で変わりました。そうそう、いいこと尽くし、生徒さんもすごい変わりますし、じゃあ歩き始めることによってもう気持ちも軽やかになり、いろんなものを吸収しやすくなりっていう美に目覚めていく。そうですね。もう歩き始めて何年くらい経ちますか？今8年目になりますね。7年終わって8年目になるので、なんかこの歩き始めたことによって、もちろん見た目も変わりましたけど、その心が健康になった他に何かいいことあります？そうね、周りに嫌な人がいなくなりましたね。それ素晴らしいですね。そう、なんか、前って嫌な人結構いたりとか、ごちゃごちゃ言われたりとかしてたんですけど、歩き始めてからそういう人がいなくなっちゃったり、なんかみんないい人、なんかすごい引き寄せてきてる、いいことが起こったりとか、本当にそれは実感しますね。じゃあだいぶもう周りにいる方もこう変わって、いい人、なんかすごく素敵な人とか、目標にしたい人とかがすごく多くて、そういうのを見てるだけでも、私もなんかこういうふうになりたいなとか、もっとこういうふうにしてみようとか思えるので、元気になりますよね。すごい。じゃあ、メイさんの教室に通ってた方ももちろんそういう効果が皆さん出てきているという。そう、なんか新しいこと始めたりとか、なんかどんどんね、本当外見もそうですけど変わっていって、いいですよね。人が変わっていくのを見るの、そう、結局自分が変わるよりも人が変わるのを見るのがすごく喜び、
あ、すごい素敵になって可愛くなったなとかも、すごくなんかこう、うん、生き生きとして凛としてるなとか、うん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 、自分が変わった時のことに重ね合わせるんですけど、うん、それ以上に嬉しいですね。へえ、うん、でもね、いいですね、いいことですよね、うんうん、私もレッスン1回だけ体験で行かせていただいたんですけど、うんうん、そうだよね、はい、普段ねすぐ猫背になってこんなになるけど、うん、メイさんに会うと思うと初期、うん、やばいみたいな直さなきゃみたいな、そう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 、はい、そういうのがあって、うん、結構メイさんのレッスン受けた人みんなそんな感じで、うんうんうん、メイさん来るよとか言ってあらみたいな、そう普段からやろうよってとこなんだけど、うんうん、体重の変化とかも起こるんですか？体重の変化起こります。急激に何キロ痩せるとかっていうことではなくて、やっぱり体に筋肉がついていくと、うん、エネルギー消費につながっていくので、まず体がシェイプアップ引き締まってくるんですよね、うんうんうん、で、体重は例えば3キロぐらいしか痩せないのに、うん、もうなんか6キロ7キロぐらい痩せるぐらいに引き締まっていくっていう効果がありますから、すごいシェイプアップしたねとか、すごい引き上がった印象になる、うんうん、へー、うん、でも重要だよね。重要です、うん、体重ってほら別に体重、そうそうそう、ここに掲げて歩いてるわけじゃないじゃない。そう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 ね、別に私何十キロですとか言わないから、うんうんうん、見た目がどんどん引き締まって綺麗になればいい、うんから、うんうん、そこに姿勢は絶対必要なわけですよ。言えてますね、うん、重要ですよね。重要重要。じゃあそういうね、なんか美しい姿勢の部分で、うん、ウォーキングであったりとかっていうので、うん、もう世の中の皆さん綺麗にすることをいっぱいやってきてるじゃないですか、はい、もう8年とか経ってくると、うん、多分次のステップに本人も進みたいかなっていう感じはするんですけど、うんうんうん、なんか最近ウォーキングって言ってもただのウォーキングじゃないような何かを始めたって噂を聞いたんですけど。なるほど、そうなんですよ、ゆこりん。実は、うん、ビューティーパワースポットウォーキングツアーというのをですね、始めて、まあ、構想してちょっと2年ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、もちろんね、沖縄でちょいちょいウォーキング、うん、ネイチャーウォーキングみたいな形では開催してたんですけれども、うん、もうそれよりちょっと数段ランクアップして、うん、まあ、そこに住んでる人と、うん、住んでる人ね、うん、地元の人と、今度まあ観光で来る人という、うん、この2つの人たちが輝けるようなツアーを作ろうということで、うん、すごいですね。そうなんです。だからこうウォーキング大会じゃなくて、うん、ウォーキングパワービューティーパワーウォーキングスポットをみんなで歩くという、うん、だからこう長い時間歩かなくていいんですよ。美しく歩きながらそこの素晴らしい土地の、うん、スポットを回ったりとか、うん、みんなでおしゃべりしながら回ってちょっとこう親睦を深めたりとか、で外の空気を吸うと脳も反応してすごく清々しいじゃないですか、いいイメージが脳に焼き付けるので、うんうん、リフレッシュするんですよね。スタジオをずっとねこう歩いている以上に違う発見が、そう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 、視覚からやっぱり違う景色が常に入ってくるっていうのは、うん、脳はすごくいいイメージをするから、 うん、だからほらスポーツクラブでずっと同じマシンで歩いてると変な感覚になりません？そう、嫌な、飽きてきちゃう。飽きてきちゃうし、なんかもうなんかフラフラしてきちゃうんですよね、ずっと同じとこばっかり見てるから。あれよりはもう絶対劇的に外を歩いて美しい風景を見ながら歩く、で私の場合は歩き方もお伝えしてっていうのを、この前ねちょっと富山に行ってきたんですよ。あ、もう実際やってた。そう、実際もう富山に行っていて、ですごくね富山のお寿司とか、あ、いいですね、そう、美味しかった。天気はどうでした？よかったんですよ、晴れ女なもんですから。そうだよね。そうなんですよ、晴らしときました。沖縄来る時も台風どっか行っちゃうもんね。そうなんですよ、晴らしましたんで、素晴らしいとかいうのをちょっとやったので、うんうん、まあ、今度沖縄でもね、うん、うん、やりたいな。じゃあその富山は初めて、うん、初めて2回、ね、最初に富山の人向けだけに、ウォーキングで行ったんですけど、はい、今度は東京からお人を一緒に、うん、同行して、はい、で富山の人と、関東から来た人と一緒に歩いたりとか。でそうすると地元の人も自分のこう住んでる素晴らしいところをこうすごい一生懸命伝えてくれようとして話が弾むし、それを聞いた私たちも嬉しいですよね、知らないことだから。そうするとね、なんかすごいこう盛り上がる絆が頑張って、じゃあ今度は、うん、あなたが住んでる関東のここに行こうとか、うん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 、っていう風になっていくんですよね。いいですね。いいんですよ、すごい楽しい。全国各地へと、そうそうそう、でなんか地域創生とか今ね言われてますけど、地域に根付いて、うん、そうやって人の交流ができたりとか、はいはいはい、観光、うん、資源のところは、うんうん、もっとセンスがいい
おしゃれに楽しく回れるスポットが増えたらいいんじゃないかな、うんうん、へえ、なかなか面白い企画だと思います、うん、じゃあもうこれを今徐々にそうですそうです増やし始めてみたいな、うんうん、パワフルですね、うん、素晴らしいビューティーパワー沖縄なんていいですよね、歩くとこいっぱいあるからもうストックたくさんあるので、うん、いくらでもっていう感じ、ね、何度でもできちゃうって感じですね、そう、何度でもできちゃう、へえ、もう天気のいい日の海辺なんか最高ですもんね、最高ですよね、だからあ、じゃあそれをいい姿勢で歩くとそうそう疲れないし、そうそう、あとね、うん、結局美しい風景も猫背で目線が下がってたら全然感じられないわけ、ずるずるずるっと歩いてたら、うん、そうですね、うん、どこ歩いてても変わんないもんね、そうそうそう、変わんないでしょ、足元しか見てなかったらね、そうそうそう、だからしっかり体を使って五感でこう感じてもらうようにしてもらったらもっとよりリフレッシュするし、ね、うん、これね男性も参加 OK、 もちろんもちろん男性もですよ、へえ、じゃあもうぜひみんなで、そう、あの普通に歩け歩けをやるよりも、そう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 、ウォーキング大会とか言うとなんか何キロ歩くみたいになって気分泣いちゃうじゃないですか、あんまり歩いたことない人は、じゃなくてスポットを回りながらだから結構あっという間に歩いちゃって、あ、こんなに歩けちゃったみたいな、どんくらい歩くんですか、そんな、でもね、そんなに歩かないでしょ、スポットがあるのでそこまで到達するまでをちょっとリフレッシュして歩くっていう感じだから、でもそんなに歩かない、1時間ぐらい、1時間だと何キロ、そんな歩かない、30分ぐらいでもう全然十分って感じ、なかなか面白そうだし、やろうと思えばそうそうそうすぐできそうですけどね、なかなかそれができない、そう、なかなか行かないでしょ、そうなんです、案外車でみたいな、そうそう、沖縄私も移住組だけど、うん、住んでしまうと、うん、行かないところが増えてくるっていうか、そうそう、まあ行ったことないとか、ね、みたいな、首里城も行ったことないとかさ、そういう感じで、あ、そう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 あ、この間チュラ海行ったの何年前とか、何年前とかでしょ、そう、そんな、そうそう、子供が大きくなってくると、うん、そうそう行かなくなるじゃないですか、で観光で誰かが来ない限り、うん、行かないとかね、でひどいよね、うん、水族館だけ見て帰るとか、なんかね、そうそう、でもなんかそんなになっちゃうし、そう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 、うん、で泳ぎにも行かなくなるじゃないですか、そうなの、案外行かないんですよみんな、自分の住んでるところはですね、そう、でもそうやってなんかこうだから住んでる人と来る人を一緒に交流するしたりとか、うんうん、あの一緒に歩いて親睦したりとか、うん、へー、なかなか面白い企画、そうそう、で美味しいお酒に美味しいご飯とか言ったらもういいですね、うん、すごいいいんですよ、もうこのご飯食べるために歩いたそう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 、へー面白い、じゃあなんかいろいろあのなんかあの温泉のなんかも持ってるんですよね、あ、そうそう、温泉ソムリエでもあるので、うん、温泉のちょっとあの入り方とか、じゃあ例えばこれに温泉絡めるってこともちろんもちろんできるってことですよね、そうそう、この間富山も温泉の宿に泊まったんですけど、うんうん、癒されますよね、ですよね、いやだ、なんか楽しそうなこと知らない間にやってたんですね、そうなんですよ、ぜひまたじゃあ沖縄決まったら、そう、ね、またゲストに来ていただいて、はい、いろいろお話を聞いてみたいと思います。これ興味ある人いっぱいいるんじゃないかな、うんうん、走ろうって言ったら考えるけど、うん、歩くからね、そう、しかもちょっとだから綺麗に歩いて質を上げればいいんですよね、歩く質を、たくさん歩くの疲れちゃうし、それも、ね、気持ちいいよね、そうそう、なんかあの脳が活性化するっていうもの、ね、うんうん、歩くね、いいアイデア浮かんだりするじゃないですか、あ、そう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 、はあ、じゃあもういろんないいことを取り入れて、そうなんです、へえ、うん、でこの目線を上げてっていう言葉が大好きなんですけど、うんうん、目線上げると ね、そう、見えるもの変わりますもんね、そう、あ、このところにすごい綺麗な、うん、なんかあったんだとか、はいはいはい、あ、遠くまでちょっと見えるんだなとかね、ですね、嫌、うん、だ、じゃあいいことに頑張って、そうそう、歩き始めがきっかけで、そうです、こんなことまで始めてしまって、そうですね、へえ、でもやっぱり沖縄で歩いたからこそ感じられたものだと思うから、うん、なんか沖縄やっぱりベースで、うん、やっぱりね、すごい感じたものをそこで私が体から皆さんに伝えるみたいなことをイメージしてます、へ、じゃあやっぱこっちで歩いたことはとても良かったってことですよね、うん、全然違いますよね、まあ、だから向かうはね、また関東は関東でおしゃれだったりとか、すごくあの雰囲気はあるんですけど、そこもね、それはそれで全然素敵だし、そういうツアーもいいかなと思ってますけど、はい、まあね、いろいろね、うん、そう、いろんなパターンでできたらいいなと思ってます、へー、楽しそう、はい、あとね、もう一つあのさっきの話の中で気になった、はい、朝の美活、はいはい、についてなんですが、はい、これはもう初めてどのくらい経ちますか、これが2年目、うん、もう20回目になってるんですよね、すごいですね、そうなんですよ、毎月毎月毎月月に1回日曜日の朝6時から南城市あざまで、はい、
素敵なアトリエを、うん、あの一緒にやってる宮平彩子さんとお持ちなので、はいはい、そこで、うん、あの、うん、皆さんで講師を始めたきっかけは何なんですか。始めたきっかけは、うん、始めたのは私沖縄から引っ越した後から始めたんですよね。そうですよね。そうなの、うん、で沖縄ってほらちょっとこう、うん、大御所のねすごくこう、うん、成功されてる女性陣も結構 いらっしゃるじゃないですか、はいね、こちらにもね、うん、あのゲストでよくおしゃべりされてますけど、はいはい、ああいう人たちやっぱすごい素敵だな、パワフルで、うんうん、で私たちまだひよっこでしょ、まだそれに比べたら、うん、ずーずーまだ全然だけど、ああいうふうにパワフルに素敵にお仕事していきたいよねっていうのを同年代なんですけどで話していて、うん、でその私たちが予備軍になってどんどんもっとワンランクアップしたものをお伝えしたりして、うんやっていきたいねっていう話から、じゃあ朝の、うん、朝会も結構沖縄あるんですけど、見たいですね、うん、そうそう、ちょっとワンランクアップしてやってみようかと、うん、いうことで始めました。そこがスタートで、そうそうそう、じゃあなんかあので年に一遍、うん、夜の会もあるんですよね。そうなんですよ、クリスマスパーティーを去年から開催したんですけれども、うん、もうおかげさまで大好評で、去年はね、うん、30名ぐらいだったんですね、今年は50名なんですけど、もういっぱいに、すごいですね、はい、そうなんで、いただいてまして、準備を今してる最中。そうそうそう、してる最中。あ、でも大変だよね、行ったり来たりしながら。そうなんですよね、そう、ね、私行ったり来たりしてるんですけど、うんうんうん、宮平彩子さんがいてくださるので、はいはいはい、まあでもね調整しながら、うん、あのやってます。うーん、はい、なんかこれはイベントっていうか何かあるんですか、うん、踊ったりとか喋ったりとか。内緒内緒なのね。そうそう、あでもね、あの、うん、大人の会なのでちょっと素敵に、うん、ちょっと、うんうん、あのドレスコードもクリスマスカラーを着てくるっていうことで、うん、まあ、去年はなんかもうすごい、うん、もうどこのお店ですかぐらいにすごい華やかで、うん、ホテルの人もびっくりしちゃうぐらいの、うん、皆さんカクテルドレスで来てくださったので、今年もそのまま継続しつつ、うんうんうん、ちょっと素敵な、内容にしていきたいなというふうに思ってます。うん、いいですよね、はい、でもなんかもうこのぐらいの年になると、うん、結婚式の呼ばれとかも減るないしね、もうね、だからなんかお洋服が、そうなの、ね、このお洋服素敵と思っても着ていくところがないし、そうそう、から買わなくなってみたいな、ドレスいつ着たかなとかなっちゃうでしょ、ですよね、現状だからね、たまにあるといいですよね。皆さんが結構そのドレス選びとか、うん、あと靴選んだりとか、うんうんうん、あとこのヘアメイクね、うん、どうにしようとかって考えるのが楽しいっておっしゃってくる、はいはい、あでもそれ重要なことかもしれない、そうワクワクするじゃない、うん、普通にほら生活したらそういうことないないないから、うん、そこにこう皆さんが気づいてワクワクするのを、まあ、あと1ヶ月ぐらいね、うんうんうん、1ヶ月間ワクワクできるってすごいな、うん、そうですね、あれあれこれ、そうそう、ドレスどっちにしようとかやるでしょ皆さん、へー、うん、楽しそう、そうなんですよ、じゃあこういったことをやっていくと、うん、はい、いうことで、いろんなことを本当にね、え、なんかあっという間にこの2年で本当に幅が広がりましたね。ね、ありがたいことにね、うん、本当に広がりましたね。最初は本当に ね一歩歩き始めただけなんですけど、うんうん、でもね、この歩くことがきっかけでこんなに変わっていく、あの、うん、もう熟女の階段どんどん登ってる感じがして、うん、とても楽しいお話を聞いていられるのですが、まだね、まだまだこれからあのレッスンの話とかいろいろ聞いていきたいんですが、はい、ここで一曲、あの、入れないでいいの、じゃあごめんなさい、曲はなしらしいです、ね、わかりました、はい、じゃあそのままじゃあレッスンのお話聞いていってもいいですか、はいはい、一応こっちに来ている目的はレッスン、うん、そうですそうです、ことですね、はい、レッスンです、6回コースのレッスンを組んでまして、うん、はい、で半年間がワンタームみたいな感じで月に1回のレッスンをしてまして、うんうん、そこにまあクラスに生徒さんがいてくださって、うん、そこにずっとだから半年間ワンタームで毎月通ってるっていう、うん、でその中に、まあ、時々団体からお依頼あったりとか、グループのレッスンとかをワンデーレッスンも入れたりして、うんうん、だからね、こうやってあのラジオに出演させていただいたりとか、うん、そこに集約してるんで、うん、すごいスケジュールなんですよね毎回。そうですよね。なんか毎月来てる割に毎月会えなかったりしますもんね。毎月そう会える時間がないとか言って。そうそうそう、もう来てるはずだけど、もう帰ったみたいな。そう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 。もうどこ住んでんのぐらいになっちゃってる。うんうんうん。うんうん、そっかそっか。でじゃあ今回も11月は、はい、急だけど。あります。
行ってみたいレッスン情報。そうなんです。もし1回ね、はい、体験したいとか、うんうん、猫背解消したいわという方がいらっしゃれば、うん、今週の土曜日11月の7日の土曜日の15時10分から、うん、沖縄県立、博物館美術館の県民アトリエというお部屋で、はい、ワンデイのレッスンがありますので、うん、4000円で1回行ってますので、はい、まだ若干空いていますので、はい、うん、お越しいただければと思います。これ電話予約とかした方がいいんですよ。いきなり行って。あ、そうですよね。うん、私のもしご興味があれば電話に、うん、お電話いただければと思います。はい。うん、お電話番号が090-7219-4093。もう一度お願いします。090-7219-4093ですので、うん、はい、お気軽にお問い合わせくださればと思います。ですね、はい、でもなんか電話もかけれなくって、うん、まあ、県立美術館だけ覚えてるから、うん、とりあえず来ちゃったら OK です。あ、これありがたいですね、はい、めったに受けれないレッスンだから、はい、ぜひ ね、体験してみたい方は行かれるといいです。1回でも変わりますからね。変わりますね。変わります変わります、全然変わります。1回しか受けてない私はだいぶ変わりました。うんうん、ね、変わりましたもんね、うん、そうそう、腰がね痛くないんですよ、うん、歩いてて。そうそうそう、これは重要、うん、でもみえさんに会った時しか姿勢は変わらない。継続してください。本当ですよね、うん、でもね、立ち方でだいぶ変わりようとか、はい、体重が減ってきたとか、うんうんうん、足の形が変わってきたっていうお話は結構聞くので、うんうん、いいと思います。いいと思います。若返りますよ、姿勢変わるとね。そうだよね、10歳ぐらい違うでしょ後ろ姿。あ、そうだね。そうですよ、結構さ後ろ見えないからいいやってそう思いがちだけど、るなんかあれ結構ご年配かなと思ったらちょっと若かったりとかね。あ、そう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 、あれすごい若いかなと思ったらすごい案外先輩だったりして、そうそうそう、素敵だなと思います。そういう時ですよね、うん、予想よりも、うん、あっていう若い、お若い、元気凛としてるっていうのが魅力的。わかりますわかります、うん、この間国際通り歩いてて、うん、後ろ姿がすごい綺麗な方がいて、うん、もう本当にウエストとかもすごいくびれてて、くねくね歩いてらっしゃる方がいたんですけど、振り向いたらすごい年配の方で、すごいんじゃない。だからなんかこのチョッパーのおばあちゃんみたいな、ドクタークレハみたいな人って実在するんだって思いながらびっくりしたんですけど。そうですよ、絶対そういう人って姿勢いいですか。姿勢いいですよね、うん、姿勢悪くてメイクバッチリだと、うん、残念な感じしちゃうじゃない、うん、ちょっと頑張ってますねみたいな。そう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 、だけどちょっと残念だった、うんうんうん、でもナチュラルでも姿勢スッと凛としてたら、うん、あ、なんかすごい素敵って。だからそういう人が増えていくようにっていう形で。そうなんですよ、うん、へえ、もう楽しみですね。そう、若返るからね。じゃあもうこのまま、うん、毎月通い続ける。そうそう、頑張りたいと思います。別荘持たなきゃね。どうしようね、買っちゃおうかね。いやいや、いいじゃない、それもありありな、うん、でも買っちゃったら頻度が増えるだろうね。増えるじゃない、だって今もパンパンだからね、スケジュール。そうだよね。だいたい1回来ると何日ぐらい。3泊ぐらいはしてるんですけど、うん、3泊とか4泊してるんですけど、うん、結構キチキチだよね、うん、まあ若干まあね、うん、まあ皆さんとの懇親も入れながらやってますけど、はい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 、なかなかね、うん、難しい。へえ、でもこれでお家に帰ったらお母さんしてるんですよね、うん、そうなんですよ。お子さんが2人いますから、12歳と10歳。うん、え、まだ12歳。そうです、11だもん。あ、そうか、そうなんですよ。でもじゃあもう留守がちだから、うん、そうそう、大丈夫なんですか。私ない方がなんかこう気楽でいいんじゃないかな。わーわー言われなくて盛り上げちゃってるみたいな感じで。そう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 、でも沖縄に来てるって分かってるから安心してるというか、ほらね、みんなの子可愛がってもらって知ってるし、うんうんうん、沖縄いいなとかって子供たちは言ってますけどね、うん、そうだよ ね、うん、ね、この夏休み来るかなと思って、そうそう、待ってたんだけど部活が始まって忙しくなった ね、 やんだ ね、 ね、だんだん来れなくなっちゃって、はいはい、私だけ来ちゃってみたいな。そう、気がする。子供たちも ね大きくなると ね、 ね、うん、そっか、じゃあもう内地に帰ったらお母さんで。そうですね、向こうでもレッスンやってるんですか。レッスンしてます、はい、都内でレッスンしたり、うん、ちょっとプロジェクトのウォーキングレッスンをしたりとか、うん、いろいろご依頼があるのでありがたいんですけれども、うんうん、はい、個人的には個人レッスンと企業さんっていうか団体レッスン、どちらがいいとかあります。ああ、受けるときに、うん、あ、でも普通にレッスン私が組んでるのに来ていただいて、うん、全然しっかり習得できますので、うんうんうん、企業さんとかだとやっぱりその1回とかね、うん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 、になるので、うん、そこから普通のレッスンに来てくださる方もいるし、うんうん、やっぱり、そっかそっか、うん、そうそうそう、機会がね増えればいいんですよね。
いろいろと面白いことを内地でもやってるのはフェイスブックなどを見て、してるんですけど、フェイスブックの方はチェックしても全然構わないですか？はい、はい、もちろんです。お願いします。普通に遠藤美恵さんで、遠藤美恵で検索していただける、じゃあ皆さん興味のある方はぜひ、ね、美しい写真がいっぱい、あれ毎回誰が撮ってるんですか？あれそうすごい聞かれるんですけど、お友達に撮ってもらってってるのが多くって、ほら私自撮りじゃないもんですから、あのねみんな上手なの撮ってくれるんですよ ね、そういい感じでね、いい感じでね、ありがたいです。すごい楽しい、じゃあなんかこんなあの素敵な美恵さんの、ビューティーなんだっけ、パワースポットウォーキングが、沖縄でぜひ開催されるように、そうですね、やっちゃいます。もうねあっという間に今年も終わりだから、そうですよね、今年はパンパンだと思うけど、来年どっかでまた組んでいただいて、春ぐらいとかね、ちょっと ねいいですよね、暑くなりすぎず暑くなる前みたいなそうあんまり暑いと歩くないですよね、命の危険がありますから言えてるその前がいいかな、そのくらいにね、はい、じゃあ楽しみにしていきたいと思います。またじゃ あの連絡先をもしよかったらもう一度、11月7日土曜日のレッスンの受付の連絡先になります。お願いします。遠藤美恵の携帯電話で、090-7219-4093 です、じゃあこちらにお電話していただくか、直接県立美術館、の県民アトリエですね、県民アトリエに、いらしていただけ、ください。この間私がちょろりと行ったとこですか？あ、そうです、そうです。あの右手のずっと奥の入った、奥のずっと、結構いいですよね。そうそう、静かでね、白くて綺麗なあのところですから。ちなみにレッスン受けたいときは、なんか持っていくものとかあります？あ、そうですね、動きやすい格好で来ていただきたいのと、ストッキングを履いていると、しっかり足の裏使うんで破れちゃうので、ストッキングじゃなくて靴下でいらして、靴下履きか室内履き、そんな感じ。あとはもう体を持ってきていただければそうですよね、体がないとレッスンならないですもんね。 すごい。じゃあなんかこんなね忙しそうな美恵さん、これから先、このビューティーパワースポットと、クラブ B の他に何か抱負みたいなのがあれば。他にそうですね、あのそうですね、私自身が、あの健康に生き生きと、あの歩けるように、もっと磨いていきたいなというふうに思ってます。でも頑張りすぎないで、あのナチュラルな感じでね、だんだんほら年齢重ねていくと、やりすぎてると疲れたりとかするじゃない、なかなかね、いろんな環境が取り巻くものが変わってきて、だからなんかパワーが抜けちゃう時がね、そう、そうだから、ちょっと余力も残しながら、でも諦めない、諦めない、それ大事かもしれないですね。でもっとき、幸せになる人がすごくたくさん増えればいいなと思ってます。そこにつながるためにもっとお伝えできたらなというふうに思ってます。わかりました、ありがとうございます。じゃあもうこんな素敵なね美恵さんのお話いっぱい聞けたと思うんです。本人ねもっと面白いので、会えるといいなっていうのが私のところなんですけど、そうですね、ぜひレッスンに、一見怖そうだけど実はとても優しい。そう、怖そうなんだよね背が高いからかね。そうそう、威圧感があるらしいですね。でも、優しいです。そうそう、そんな感じでおしゃれだしね、いろいろアドバイスもいただけると思います。今日はこんな素敵な美恵さんにおいでいただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ではここで曲入れますか？入れます。はい、お願いします。
はい、塾女のための YouTube 講座。このコーナーでは塾女 YouTuber 村田優子が使ってよかった塾女に役立つ YouTube の情報を紹介します。5回目は YouTube の再生回数はタイトルで決まるです。これ何って感じなんですけど、私が上げてる YouTube ってリンパのレッスンがすごく多いんですね。自分でやるためのリンパレッスンが多いんですけど、内容的にはそれほど差がないものっていうのも結構あるんですよ。ちょっとポイントがずれてたりとかそのぐらいなんですけど、で同じ内容の動画をね作って何本も上げて、もう今500本以上同じようなの上げてるんですけど、実はタイトルの付け方で再生回数がパッと変わるっていうのを最近実感しました。でこれはポイント的になんですけど、自分が見せたいものありますよね、よりも皆さんが自分が見たい動画を探すときってどうやって検索します？大体の人は Google 検索とか YouTube 内で検索するけど、例えばイカのさばき方が知りたいと思ったら、イカさばき方とかやり方とかそういうキーワードを入れて探すじゃないですか。でそれと同じように自分なんていうのかな、見てほしい人がどんなキーワードで検索するかっていうのを、いろいろ想像しながら自分の動画のタイトル付けをしているんですね。でこれがポイントで、で自分の時にはこうセルフリンパのマッサージの動画の場合には、セルフリンパマッサージっていうふうに入れたんでは、だいたいあんまりセルフリンパって言われてあれだけど調べないですよね。そういう場合にはじゃあ何を調べるかって言ったら、あバストアップしたいなって、じゃあ簡単にできる方法はないかなとか、自分でできたらいいのになとかっていう頭に出てきた言葉だと、簡単、バストアップ、マッサージとかっていうのを検索すると、まあ上がるようにっていうのことを考えてタイトルをつけるようにしています。で、検索されるキーワードが思いつかない時あるじゃないですか。じゃなくてもただ自分が見せたい部分だけを重視した時っていうのは、キーワードを教えてくれるサイトっていうのがあるんです。実は人がこういった内容のものを見るときにどうやって調べるだろうかっていう、でそういうのを使って、そこからキーワードをいただいてタイトルに使ったりっていうこともできます。でちなみに今日のゲスト遠藤美恵さんは動画では、ウォーキング、美しい姿勢、モデルなど、他に沖縄では美恵さんファンも多いので、遠藤美恵っていう名前を使って、うちで動画上げてるのを作ったんですけど、ここに書いてありますね、すごい、まあ、美恵さん自身の口から聞いてもいいと思うんですけど、はい、結果この YouTube 動画を見て、美恵さん自体に変化が起こったじゃないですか。そうですね、そう、動画ねずっと前に上げてくださっていて、作ってくださったんですよね、はいはい、で上がっていて遠藤美恵で探すと、それが2本目か3本目くらいに出るんですけど、まあ、何かちょっとねお仕事でちょっとおしゃべりするお仕事を最近いただいたんですけれども、その時に先方の方が YouTube も見まして、ちゃんと見ました、拝見しましたっておっしゃってくださって、で、ね、ありがたいですよね。なんか知らない間にやっぱり皆さん検索して見ているの で、ですよね、すごく大事なんだなと思いました、ね、でもそれでこう自分のお仕事にこう生徒が増えるっていうのももちろんなんですけど、違うところで そうですよね、声がかかる、きっかけになるですよね、でも YouTube ってこのすごい本人の名前入れて出てくるっていうのが、それがすごい、ね、素晴らしいですよねっていうようにね、まあ、実際にこういう体験をなさった明佐が今日ゲストに来てくださったんで、はい、今声を聞いたんですけど、他にもね嬉しい報告があって、お母さんが子供の運動してる姿を記念にって言って YouTube に残してたのを見て、スカウトされて、すごいですよね、すごい、それ実際こういうこともあったりしたので、だから
どういうふうに載せていくかとか、どういうふうにアップするかとかっていうのは重要なことなので、うんうんうん、見せ方？見せ方、タイトルです。だからタイトルつけるときにどう入れるか、うんうん、例えば名産を見せるときに、うんうん、修理でやってるレッスンとか塾上向けとかやったら遠藤美恵では出てこないですよね。出てこないってことなんですよ。なるほど、ね、だから誰がどこでどう調べるかっていう、うんうん、名産に興味を持ってる人は遠藤美恵を調べるので、うんうんうん、そしたらあこの人ウォーキング教えてる人なんだ、うんうん、こういうふうにやるんだって言って、うんうん、そこからの発展もあるだろうし、うんうん、ウォーキング調べてる人だったら、うん、あこんな先生がいたよっていうのもあるだろうしっていう、うんうん、タイトルものすごい重要だなっていうのを最近自分も痛感して、うんうんうん、で結構うちもスクールって言葉を入れるようになってから、うん、少しずつですけど問い合わせが出てきたりとか、うん、見ながらやって分からなくなったから連絡が来るとか、そういう部分もあるので、うん、もうある程度 見てれば顔も上がっちゃうような動画をアップしてるんですけど、うん、ほとんど手のひら見せてるけど、うん、やっぱりそういう微妙なところで、うん、問い合わせが増えたりはしてますね、うんうんうん、はい、こんなことが起こってきます。ではここでお知らせなんですが、 YouTube でもっとたくさんの人に自分の活動を知ってほしいと思った皆さん、まあ、今のお話聞いてても、こんなことあるんだって思った方いっぱいいると思うんですけど、クリックボイス沖縄では動画集客塾っていうのを開講しています。塾女の私がもうこんな私でもできて効果がある YouTube の活用方法を分かりやすく教えてくれます。簡単なことは動画で教えたりもするので、うん、直接レッスンに来なくても動画で答えがいきます。で、難しいことはカエルスタジオっていうのがありますので、こちらに来ていただいて一緒に分かるまで教えてくれます。最新の YouTube 情報も塾生の、Facebook の非公開グループっていうのがあるんですけど、こちらの方で随時新しい情報アップしてますので、まあ、気になった方は YouTube 初心者講座っていうのを毎月開催していますので、こちらの方に問い合わせをしてください。詳しいことは沖縄動画集客塾で検索していただけると連絡先その他が書いてあります。まあ私もこの塾がなければ、うん、こんなに簡単にスマホで YouTube をポンポン作るということはできなかったんですけど、うん、そうだよね、うん、ですごい丁寧に教えてくださいますよね。私も一回ほら出させていただいたんですけど、うん、遠藤名チャンネルをそこで初めて作って、はい、すごい丁寧に教えてくれますから、すごいいいと思います。おすすめですよね。おすすめですというようなことが、沖縄動画集客塾ではやってます。結構いろんな卒業生とかいて面白いと思います。まあ、興味を持ったらぜひ、沖縄動画集客塾で検索してみてください。じゃあみーさんまた作ろうね。はい、そうですね、はい、教えてください。やりましょう。はい、はい、そろそろもうあっという間にエンディングの時間になってきました。今日のエンディング曲はマドンナのドレスユーアップを聴きながらです、いかがだったでしょうか、ゆうこの部屋。今回のゲストみえさんはどうでした。はい、いろんなね、うん、案外話してないことも話したりとかして、そうですね
って私も聞いててえみたいなのがいっぱいあってそうなんです、楽しいですね、やっぱり、はい、ありがとうございました。とんでもないです。またね、あの機会があればそうですね、はい、また じゃあ新たな展開の時にそうですね、はい、もうカツカツの沖縄スケジュールのどっかに組んでいただければ、はい、全然大丈夫ですのでこんな形でね、はい、あの放送していきます。結構ね面白い方たちとのすごいゲスト陣じゃないですか。いつも毎回すごい素敵ですよね。ですよね、うん、ありがたいことです。私も上向いて歩いてるおかげですかね本当に目下げたおかげでね、でもなんか絶対あると思います。周りの人が変わってくるんで、うん、やっぱ紹介してくださる方もねえ、うん、なんか今ですよね、友達の輪みたいな状況になってて、すごいね、沖縄中広がっちゃって、はい、そうそうそう、素晴らしい、 いいことだと思います、うんうん、FM 技能もねまだ始まったばっかりなん で、ね、はい、これからどんどん広がっていくと思います、ね、ではここで来週の気になるゲストさんなんですけど、来週は清水一風さんってか、一風さんでいいの、和人さん、一風さん、私なんか一風さんって呼んでるんですけど、うんうんうん、清水さんっていう男性が来ます、うん、彼はね、口癖の法則とか、鏡の法則とか、うん、深い心理の部分で相手を理解するようなお話とか自分を向上していくお話をたくさん聞けると思います。これはまたこれでね、うん、楽しみなの で、ね、はい、機会があったらぜひ聞いてみてください。今日の放送はクリックボイス沖縄のホームページで視聴することができます。アドレスは www.cvokinawa.com です。放送聞かれなかった方はね、ユーストリームとか YouTube とかで見れますのでよろしくお願いします。塾上 YouTuber 村田優子の優子の部屋、この番組は構成テルヤユーキ、クリックボイス沖縄の制作提供でお送りしました。であっという間なんですがお別れになります。あっちのカメラでいいですかね、はい、はい、じゃあカメラに向かってさよならを行きましょう。ありがとうございます。さよなら、さよなら。